はい、どうもオスカルです。というわけでですね、本日お久しぶりの更新になりますが、タイムスリップ第3弾の方が更新されたので、そちらのガチャを引いていきたいと思います。では早速ガチャ画面に行きたいと思います。はい、ガチャ画面の方にやってまいりました。というわけでタイムスリップ第3弾奇数弾ということもあって豪華ラインナップになっております。狙いはもちろん自チームジャイアンツの阿部慎之助選手と、目玉のね浅村選手であったり、個人的には福浦選手と島選手も欲しいですね。その辺が狙いです。では早速10連目いきたいと思います。はい、あー月なしスタート。道中で S ランク引けたら 50% レースですからね、引きたいですね。演出が全く起こらん。お、行くか、緑からボインレーない。これはなさそうやな。一応飛んだぞ。にっこりなしと。演出かなり渋かったっすね。 B ランクばっかり。ほい、おお鈴木誠也選手、これは全然いいっすね。鍵谷投手、全然自チーム確定とかじゃないっすね。てか自チームソフトバンクにしてますからね。はい、では20連目いきたいと思います。ここで引けるかどうか大事。 GO。お、月おるぞ。レッツゴーはなしと。来るか。ああ、行かない。白祭りですね。もちろん打たないね。と、ベ、よしよしよし。笑えや。道中の S なしか。まあまあ、仕方がないんですが。A もないやんけい。来い浜谷投手。 TS の A ランクも引けないですね。では30連目 TS 第3弾確定です。お願いします。来い。おー来たぞ絶好調。おーボインレー来た。もう一個来い。もう一個演出ボインレーあって2枚抜きやぞ。行かない。足青。後ろか、打たないと。ソフトバンクは映画ですかね。にっこりしますと。2枚抜きあるかね。奇跡の2枚抜きないか。 A ランクもこうへんやん。全然ないんや A も。おい、おおニール投手 30% 引かへんね A ランクの。では確定この方です。来い。よっしゃー、マジかやばい、言葉出てこへん。めっちゃ嬉しい。育てます。リーグ入ります。ありがとうございます。大満足。はい、というわけでガチャ結果は阿部慎之助選手を見事引くことができました。大満足のタイムスリップ第3弾ですね。この後ですね、累計の方もやって累計報酬の方も開けていきたいと思います。こちらはショート動画になるかなと思いますが、知らも良ければチェックしてください。では本日はこの辺ですね。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。